はい、どうも、銀南と申します。探偵神宮寺三郎ともしびが消えぬ間に、今回で7回目です。では続きから始めていきます。考える。翔花の行き先が分かりかけたというのに、こんな形で彼女の安否が分かるとは。だがこうなっては日本にいる俺にはどうすることもできない。翔花の今後は正隆に任せよう。あいつがそばにいれば、俺などが何かするよりよっぽど翔花の力になる。さて、俺の方もいつまでも感傷にふけている場合じゃない。新型拳銃の調査が保留中だ。早速明日から調査を再開するとしよう。考える。拳銃調査はちょうど韮崎と拳銃密輸の関連性を調べてみようと決めたところだった。奴が過去に拳銃を欲しがったという話と、新型拳銃について調べている俺に対する奴の言われない敵意。奴は拳銃密輸に関わっている。その俺の直感だけが今後の調査の方針を支えている。考える。韮崎と拳銃密輸の関係を探るために、当面やるべきことは奴と接点のある古木屋人を探すことだ。それには2つの方向からのアプローチが可能だ。韮崎のそばを張って古木屋人と接触するのを待つ方法。そして新宿にいる古木屋人のそばから銃の売人を探し、そいつと韮崎の接点を探す方法だ。考える。韮崎のそばから始めるなら、奴の動向を伺うため自宅の場所を知っておきたいところだ。古木屋人サイドから始めるのであれば、まず古木屋人に会わなくてはならないが、古木屋人か。いかに新宿を根城にしているこの俺でも、どこへ行けばいいのかわからない。新宿のことなら熟知していると豪語するやつが一人いたな。一つ教えを請うとするか。窓見る。明日からの調査のことを頭の中で一通り整理した後、俺はぼんやりと窓に目をやった。この空の遥か彼方では翔花が恋人の訪れを待っている。とにかくまず明日は翔花のもとへ向かう正隆をきちんと見届けてやろう。拳銃調査のことはすべてそれからだ。次の日、俺と横くんは朝一番で出発する正隆を見送りに成田空港へと向かった。ようこそ千葉へ。旅支度を整えた正隆は少々緊張気味だった。まさたか、話す。気をつけろよ。ただでさえおっちょこちょいなんだから。やだな。大丈夫っすよ。オーストラリアはドイツ語でしょ。こう見えても俺ドイツ語は一応できるし、それに行ったことある国だし。前に言いましたよね、オーストラリアに留学してたって。オーストリアか。言いませんでしたっけ。まあとにかく無事着いたら連絡入れますよ。心配いらないっす。妙にペラペラと喋る。気分が上ずってるようだ。翔花の安否を気遣う様子がこの緊張感に現れている。オーストリアか。ずっとオーストラリアって言ってた。まさたか、話す。そろそろじゃないのか。あ、時間。そうっすね。じゃあ俺そろそろ行きます。あ、しっかり翔花を守れよ。気をつけてね。行ってきます。正隆は硬い足取りで、それでも後ろを振り返らず搭乗口へ向かっていった。陽子、話す。陽子くん、俺たちもそろそろ新宿へ戻るか。あ、はい。正隆くん、無事翔花ちゃんに会えるかしら。大丈夫だろう、奴だっていい大人なんだ。それに翔花の居場所までなら何日かかってでもたどり着くさ。それもそうですね。さあ、俺たちは再び中断していた拳銃密輸調査にかからなくてはな。俺は横くんを促し、新宿を目指してキットに着いた。新宿へ戻った俺たちは今後の調査に備えるべく一旦事務所に帰ってきた。電話、見る。留守番電話の録音を示すランプが点滅している。俺たちが空港へ行っているほんの数時間の間に電話が入ったようだ。電話、
聞く。俺は留守録再生ボタンを押した。テープを巻き戻すしばしの沈黙の後、スピーカーからメッセージが流れ出した。ヨドバシ署鑑識の三好です。先日押収した例の新型拳銃について現在も調査を進めています。いくつか分かったことがあるので、必要でしたらお暇な時に署に寄ってください。わざわざ電話を入れてあげたことに関しては、ビール一杯おごりで OK です。録音はその一件だけだった。新型拳銃の新しい情報か。何かの役に立つだろう。暇を見てぜひ話を聞きに行ってみよう。陽子、話す。さあゆっくりしてる暇はない。俺たちも調査にかかろうか。はい、私も頑張ります顔がキッてなったよ指示、もう勝手にして本当に。さて拳銃調査再開だ。陽子君には何をしてもらおうか。任せます。指示内容はこれでいいですか。はい。陽子君、今日は特に指示はしない。陽子君の直感に任せるよ。新型拳銃に関する情報なら何でも構わない。材料を集めてみてくれ。だがしつこいようだが、危険のありそうなことだけは独断でやらないこと。何かあったらすぐに俺に連絡してくれ。いいな。わかりました。それでは行ってきます。気をつけてな。陽子君は颯爽と身を翻し、新宿の街へ出て行った。お出かけします。そろそろ調査に行くか。いい、行く。俺は事務所のドアをくぐり、外へと足を踏み出した。事務所の外に出ると、鮮やかな陽光が俺の頭上から降り注いできた。移動します。移動する。ヨドバシ署に行きます。ヨドバシ署に行ってみるか。行く。俺はヨドバシ署まで足を伸ばすことにした。ここには随分とお世話になっているいろんな意味が含まれる。それだと言ってみれば、俺のような部外者が自由に出入り、何度も出入りできるのもクマさんによるところが大きい。入り口、中に入る。ヨドバ署に入ろうか。入る。俺は署内へと足を伸ばした。俺はヨドバ署受付で足を止めた。受付、頼む。誰を呼び出してもらおうか。三好。すまないが、鑑識課の三好を呼び出してもらえるか。はいはい、ちょっと待ってくれよ。内線電話をかけているようだ。今来るそうだ。ちょっと待ってくれ。ありがとう。俺はしばしの間、室内を見るともなく眺めていた。神宮寺さん、お待たせしました。電話をもらったようだな。ええ、その話なんですが。まあとりあえずこちらへどうぞ。またここか俺は応接室に入った。三好は向かいの席に着くと、こちらを見てニコリと笑った。三好、話す。新型拳銃について他に何か分かったことがあるそうだな。ええ、この間お伝えしなかった細かい部分なんですが、まずグリップ部分がチタンでできているということが分かりました。チタン、よくゴルフクラブとか時計とかに使われるやつだな。ええ、そうですね。ただこの新型拳銃は焼き付けが行われていて、同じチタンでも 独特の光沢があります。三好、話す。なるほど。で、そのチタンを使うことでどんな効果があるんだ。一番の効力は、その重心を通常の銃より低い部位に位置させることができるという点でしょう。重心が低ければシューティングスタイルが安定し、射撃の際のブレを抑えられますからね。おのずと命中精度が上がるわけです。そうか。
この銃独自の特徴としては大体こんなところです。他の部分では従来のトカレフとやや似ていると言いますね。うん、いろいろありがとう。出口、応接室を出ようか。出る。それじゃあ俺はそろそろ調査に戻るとするよ。また何か分かったら連絡しますね。あ、よろしく頼む。俺は三好の笑顔に見送られ応接を後にした。俺はヨドバシ署受付で足を止めた。出口、外に出ようか。出る。俺はヨドバシ署の外に出てきた。移動、移動しようか。移動する。アルタ前広場。アルタ前に行ってみるか。行く。俺はアルタ前広場まで足を伸ばすことにした。今日もアルタ前広場はいつもと変わらぬ風景を俺に見せてくれている。また夜になっちゃったね。ふと目を向こうにやると見知った顔が話しかけてきた。またこの人、カラス浜、カラス浜。こんにちは、神宮寺さん。最近よくお会いしますな。カラス浜だよ、みんな覚えて。カラス浜、話す。いいところであった。確かあんたはこの町のことは自分の家のように熟知していると言っていたな。そんなあんたを見込んでちょっと聞きたいことがあるんだが。そこまで言われると我ながら少々照れてしまいますが。何ですかな。本館に分かることなら何でもお答えさせていただきますぞ。助かるよ。気合入ってるね、カラス浜。さて何について聞こうか。ニラサギの居場所。古着屋人の出入りしそうな場所を聞きます。この町で古着屋人がよく出入りしそうな場所に心当たりはないか。これまた古着屋人とは珍しいですな。古着屋人自体そんなにこの町で見かけませんからな。やっぱりあんたでもわからんか。ええ。そんなことは一言も言っておりませんぞ。今しばらくお待ちいただきたい。なんだか知らんが、やつのハートに火をつけたようだな。超考えてる。何か思い出してくれればいいが。古着屋人、古着屋人。ん？なんか思いついた？そういえば、何か思い当たる節はあるか？ええ、あれは確か歌舞伎町繁華街の方だったと記憶しておりますが、古着屋人というより欧州の人間に人気のあるクラブがありましたな。英語以外の外国語を話しておる人間が多かったので覚えておりました。しかし神宮寺さん、クラブといってもあれですぞ。若い娘が出るところではなくて、語尾のこう上がるクラブですぞ。クラブじゃなくてクラブ。そのクラブの名前なんかはわからないか。それなんですが、先刻から思い出そうと記憶をほじくり返しておるんですが、度忘れしてしまったようで、何分横文字にはどうも弱くて。何でしたかな。確かファッションだったか、ファッションだか、そんなような名前だったと思うんですが、面目ありませんが、それ以上は思い出せそうにありませんな。いや、それだけわかれば十分だ。それにしてもさすがだな。古着屋人というだけでそこまでわかるとは。いえいえ、本館は職務を忠実に全うしておるだけです。ふっ、そうは言いながらまんざらでもない表情をしている。この人はおだてながら話聞いた方がいいのか。じゃあ移動しよう。移動します。移動しようか。移動する。俺はこれで失礼させてもらうよ。はっ、お仕事頑張ってください。歌舞伎町の繁華街、繁華街に行ってみるか。行く。俺は歌舞伎町の繁華街まで足を伸ばすことにした。
これだけの人とネオンの光の中、たった一軒の店を探すのは少々大変かもしれんな。周辺見る。烏浜の話だと、欧州の人間がよく出入りするというクラブがこの辺りにあるはずだが、手がかりはファッションだかに似た名前だったな。さて、どの辺りを見てみようか。こっちの方、そっちの方、あっちの方、なんだよこれ。そっちの方見ます。ファッションに似た名前の店。これはファンクションかと書かれた看板に目を留めた。ひょっとしてこれがそうか。ファンクション見る。他にそれらしい店もないし、烏浜が言っていたのはおそらくこの店に違いない。ファンクション中に入る。早速店に入ってみるか。入る。俺は調査に進展が訪れることをかすかに期待しつつ、店へ通じる階段を下った。入った途端、すごい音と色の洪水に俺は飲み込まれた。周辺見る。さて、古着屋人らしき人物は来ているだろうか。あ、明るくなった。うむ、残念ながら今日は来ていないようだな。周辺見る。今日は古着屋人らしき人物は来ていないようだ。しかし、せっかくここまで来たんだ。誰かに話を。なに、おじさん、キョロキョロして。可愛い娘でも探してんの？タイミングよく若い女の子が話しかけてきた。この娘に少し話を聞いてみるか。若い女性、話す。君、よくここに来るのか？うん、もう割と常連って言っていい感じかも。やだ、ちょっと何？よく見たらおじさん超渋いね。私、キサエ、遊ぶ？遊ぶのはともかく、少し話を聞かせてくれないか？ふふ、怪しい。キサエ、キサエってどういう字なの？話す。この店には外国人のお客が来ると聞いたんだが、よく見かけるのかい？は？外国人？フランス人とか来るよ。あいつら超遊び人だし、結構くっついてるといいことあったりすんだよね。でもアジアンは見た目わかんないからね。超騙し入ってるやつとかいるし。古着屋人をここで見かけたことはあるか？古着屋人？うん、いるいる。そうか。キサエ、ミサエみたいだよね。聞き込む。この店のことを詳しく教えてくれないか？悪いけど、私この店のことなら超知ってるよ。この店に来る古着屋人というのは、新型拳銃のブローカーと何か関係があるだろうか。尋ねる。古着屋人のこと。ここには古着屋人がよく来ると言ったな。うん、そうだよ。ポストマンっていう男の人。ポストマン？ポストマン？うん、もちろんあだ名だよ。他にも外国人いっぱい来てるけど、話したことあるの一人だけなんだ。彼は古着屋人だって。だって他のやつ日本語喋んないんだよ。超頭くると思わない？古着屋人のこと。その古着屋人は日本語が話せるのか？うん、片言だけど英語の単語とかも使ってなんとなくわかるように話してた。なんか日本人に知り合いがいるらしいの。ここで日本人と会ってるのも見たことあるよ。古着屋人のあだ名。なぜその男はポストマンと呼ばれているんだ？なんだろうね、郵便局で働いてんのか、なんか配達するような仕事してんのか。っていうか、自分で名乗ったの。そうなの？
名前聞いたら自分は人に物を届けるのが上手なポストマンだって。誰にも知られず確実に必要としている人のところへ必要なものとかなんとか。外国人のギャグってよくわかんないよね。でも本当の名前知らないからさ、しょうがないからそう呼んでんの。別に本当の名前知ろうとも思わないし。人に物を届けるのが上手な？勘ぐった聞き方をすれば運び屋と取れなくもないな。小娘相手に少しぐらい言ってみても構わんと思ったのか？古着屋人の風貌。その古着屋人はどんな感じの男なんだ？マジかっこいい。マジで？どんな風に？どんなって、ユアン・マクレガーに似てる。ちょっと違うか。スティーブン・ドーフでもないな。もうめんどくさい。写真見せたいよ。写真あんのにさ。彼の写真を持っているのか？持ってんの。彼超イケてるから写真撮ろうと思ったらなんか知んないけど嫌がんの。でも友達に自慢とかしたいじゃん。黙って隠し撮っちゃった。盗撮したのか。あとはどれだ。風貌切りだよね。もう一回聞こうか。古着屋人の風貌。その古着屋人はいくつくらいなんだ。さあ、外国人の年は分かんないけど20〜30代じゃない。あだ名もう一回聞こう。その男は物を届けるのが上手だと言ったんだな。その男は何かそういう仕事をしているのか。そうみたいだよ。何かニヤニヤして向こうの言葉で説明してた。わかんないよって言ったらデリバリーとか言ってたからピザかなんか配達してんじゃん。聞けば聞くほど怪しい気がするが、もう少しその男の話を詳しく知りたいところだな。古着屋人の写真。ぜひその男の写真を見せてもらえないか。だって今日持ってないもん。使えないね、キサエ。おじさんまた来る？今度持ってきてあげるよ。君は次にいつ来るんだ？ほとんど毎日来てるよ。最近暇だし、だいたいここにいるんじゃん。いるんじゃん。古着屋人と話している男。古着屋人と会っていた日本人というのは特定の人物なのか。そうかも。私みたく彼に声かけてる人は日本人だけじゃなくて結構いるけど、よくあのソファーに座って一緒に話し込んでんのはいつも同じ人。その日本人もよくこの店によく来る客が。まあたまに見かけるよ。いるときはほとんどいつもそのポストマンと一緒だね。一人では見たことない。古着屋人に声をかける客。その古着屋人に声をかける客というのはどんなやつらなんだ。よく覚えてない。っていうかここの常連じゃない人ばっか。その時一回しか見たことないようなやつがなんでか知んないけどよく彼に話しかけてるよ。なんなの？人気者？常連でない客が。その古着屋人が目的でわざわざ来ているのか。古着屋人に声をかける客。その古着屋人と他の客が話してる時はどんな様子なんだ。そんなに彼ばっかり見てないもん。知らないよ。あ、でもね、絶対彼も知らないようなやつなのに仲良くどっか行っちゃうときあるよ。なんか冴えないやつとかさ、きっついやつが来ても。あんた、かっこいいんだから、ちょっと友達選べって感じ。知らないやつが声をかけ、どこかへ消える。その古着屋人が何か売っているとしたら、うなずける話だ。終わりにします。聞けることはすべて聞いたようだな。そろそろ聞き込み終えるか。終える。貴重な情報を手に入れることができた。明日は忘れずに写真をもらいに来なければな。出ます。
そろそろ店を出るか。出る。それじゃ俺はそろそろ帰るとするよ。またね。ふう、ようやっとこの音の洪水から脱出できるな。相変わらずこの繁華街は光と音で満ち溢れていた。移動、移動しようか。移動する。神宮寺事務所前。一旦事務所へ戻ろうか。戻る。俺は事務所へ戻ることにした。電灯の薄明かりが事務所のビルを優しく包み込んでいる。事務所、中に入る。一旦事務所に戻ったら今日の調査は終了だな。事務所に入ろうか。入る。俺は今日一日の自分の行動を振り返りながら事務所へ通じるドアを開けた。猫が起きちゃったおはようあ、先生、お疲れ様です。事務所のドアを開けると陽子くんの姿が俺を迎えた。陽子くんにさ、あのクラブに行ってもらった方がさ、言葉喋れるんじゃない陽子、尋ねる。今日は特に指示を出さず陽子くんに任せたんだったな。どうだった？何かつかめたか？それが申し訳ありません大丈夫、いつも通り今日は歌舞伎町あたりで拳銃密輸について聞き込みをしてみたんですが、何人かにお話を聞けたんですが、拳銃の売人を知らないかというと驚かれてしまうだけで、そりゃそうだよね。中には売人をやってるとお目を着せたと言って怒ってしまう方もいました。そんな感じでこれといって情報は得られませんでした。そうか、もっと具体的に危険のない指示を出してやった方が良かったかもしれんな。相手を怒らせて殴られたりしなくてよかった。頑張ってくれるのはいいが、明日からはもっと安全な調査を心がけてくれ。お疲れさん。考える。今日の調査とこれからの進行について俺はしばし考えを巡らせた。少し間が空いてしまったが、なんとか新型拳銃調査の方に戻ることができたな。俺も陽子くんも今日一日で勘を取り戻せたといったところだろうか。ニラサキは確実に拳銃とつながっている。俺の中のその直感は依然として消えていない。ヤツと接点のある売人を何としても見つけ出してみせる。古木屋人の売人を探し、ニラサキとの接点を見つける方法。ニラサキの動向を張り、売人との接触を待つ方法。明日以降の調査にはまだ可能性がたくさん秘められている。陽子くんに手伝ってもらい、俺は自分の直感を必ず証明してみせる。陽子、話す。今頃正隆くんはまだ空の上ですね。そうだな。あいつのことだ。着いたらすぐに連絡してくるだろう。すぐに翔花ちゃんに会えるといいですね。ああ、俺たちは遠い空へとしばし思いを馳せていた。事務所に顔を出すと案の定陽子くんが調査の準備を始めていた。おはようございます。あ、おはよう。いいよ、外行かなくて。陽子、陽子、話す。正隆はもう向こうに着いている頃だな。そうですね。でも今の時間だとオーストリアは夜中なんじゃ。あ、正隆くんかしら。あ、俺が出よう。電話取る。はい、神宮寺探偵事務所。あ、神宮寺さんですか。正隆です。今くらいなら日本ではちょうど朝かなと思って。あ、ちょうどだ。お前の噂をしていたところだよ。やった、計算通りだ。へへ、おはようございます。電話、話す。無事着いたか。おかげさまで。早速病院に行ったんすけど、まだ意識がなくて面会謝絶なんすよ。でも命に別状はないからって、もう少し回復したら顔は見られるって。そうか。電話、話す。こっちに来ちゃうと一人だから誰かに聞いてほしかったんす。迷惑じゃなかったらこれからも電話していいすか。ふ、朝から起こされるのはかなわんが、俺と陽子くんも翔花の容態が気になる。電話を入れてもらおうか。
本当っすか？それじゃあ毎日電話しちゃいます。だいたいこの時間にかけますね。神宮寺さんも寝過ごさなくて済むでしょ。電話話す。あまり長電話すると高くつくんじゃないか。あ、そうっすね。明日からはコレクトコールでかけたりして嘘嘘、ちゃんとこっちからかけますよ。それじゃあまた明日。あ、明日。コレクトコールか、なんか久しぶりの言葉を聞いた。陽子話す。正隆のやつ、明日から毎日この時間に電話するってさ。そうですか。翔花ちゃんの具合はどうなんですか。ああ、まだ意識がないそうだ。だが命に別状はないらしい。もう少し回復すれば面会もできると言っていた。そうですか。早く意識が戻るといいですね。指示。両国には韮崎側に直接絡むような調査はさせられない。なるべく危険のないことで両国にやってもらえることを考えてみるとするか。任せます。指示内容はこれでいいですか。はい。陽子くん、今日も特に指示はしない。陽子くんの直感に任せるよ。新型拳銃に関する情報なら何でも構わない。材料を集めてみてくれ。だがしつこいようだが、危険のありそうなことだけは独断でやらないこと。何かあったらすぐに俺に連絡してくれ。いいな。わかりました。それでは行ってきます。陽子くんは颯爽と身を翻し、新宿の街へ出ていった。玄関。そろそろ調査に行くか。行く。俺は事務所のドアをくぐり、外へと足を踏み出した。事務所の外に出ると、鮮やかな陽光が俺の頭上から降り注いできた。移動。移動しようか。移動します。歌舞伎町。関東明治組事務所。明治組事務所に行ってみるか。行く。俺は明治組の組事務所まで足を伸ばすことにした。俺は関東明治組事務所で足を止めた。入り口、中に入る。明治組事務所に入ろうか。入る。俺は明治組のドアを開け、事務所の中に入っていった。俺は関東明治組の事務所へと入った。そこには池田がいた。池田。話す。今泉はいるか。奥にいらっしゃいやす。神宮寺さんでしたらお通しするように言われてますから、どうぞお通りください。そうか、ありがとう。話す前になんか挨拶とかすればいいのにね。お疲れっすーとかさ、こんにちはーとかさね奥の部屋。今泉に会いに行くか。行く。俺は今泉の待つ部屋へと歩を進めた。奥の部屋では今泉が一人俺を迎えた。どうも神宮寺さん、今日は何か。今泉。話す。今泉、お前のところの韮崎の住所を教えてくれないか。わけは聞かないでくれ。もう少しはっきりしたら必ず説明する。何かお役に立つことなんですね。東口のサニーパレスという小さなマンションです。204号室だったと思いますが。東口のサニーパレスだな。なんなら韮崎本人をお呼びしましょうか。いや、それには及ばん。むしろ俺が奴のことを聞きに来たことは奴には内緒にしておいてほしい。わかりやした。なんだかわかりませんが、神宮寺さんのお考えを信じましょう。まあ付き合い長いからね。ドア。部屋を出ようか。出る。それじゃあ俺はそろそろ失礼するよ。邪魔したな。どうもお疲れさんでした。俺はそう言って部屋を後にした。俺は事務所へと戻った。池田はまだそこにいた。出口。明治組を出るか。出る。邪魔したな。
お疲れさんっす。俺は事務所のドアをくぐり、外へと足を踏み出した。俺は事務所の前まで出てきた。移動しよっか。移動する。東口周辺サニーパレスに行きます。サニーパレスに行ってみるか。行く。俺はサニーパレスまで足を伸ばすことにした。サニーレタスって言いそうなる。これが韮崎のマンションだな。今泉の言っていた通り、サニーパレスと書かれた看板が掲げられている。張り込み。いきなり張り込みするの。張り込み。やつに動きがあるまでここで張り込んでみるとするか。早速始めるか。始める。さて、これからは時間との戦いだな。周辺見る。冷たい風が俺の全身を貫いていく。バイク見る。このバイクは韮崎のものであれば、奴は部屋の中にいる可能性が高くなるわ。マンション見る。韮崎は部屋の中にいるのだろうか。マンション見る。さすがにここからではどこが奴の部屋かわからんな。周辺見る。周囲と一体化するように周りに意識を溶け込ませる。それが張り込みの基本だ。バイク見る。もし韮崎が出てきたとしても、バイクを使われてはさすがに後は追えまい。今このバイクが韮崎のものでないことを願うばかりだな。しかしどうも今日は韮崎に動きはなさそうだな。待つ。韮崎が部屋の中にいるのか、それとも外に出てきているのか、それはわからない。ならばここで夜までじっと身を潜めるのも一つの手だ。夜になるまで待つか。待つ。俺はこの場所で夜が来るのを待つことにした。日は沈み、あたりには不気味な静寂が訪れた。未だ韮崎は現れずか。周辺見る。冷たい風が俺の全身を貫いていく。マンション見る。韮崎は部屋の中にいるのだろうか。周辺とマンションしか見れなくなっちゃった。マンション見る。さすがにここからではどこが奴の部屋かわからんな。マンション見る。このマンションの出入り口はここだけのようだ。奴が姿を現せばすぐにわかるだろうが。マンション見る。奴が姿を現すとすればここしかないはずだ。あとは忍耐勝負だな。マンション見る。もうどれだけの時間が過ぎただろうか。しかしまだまだ序の口だ。このくらいで音を上げていてはお話にならない。まだ何も起こらない。根比べだな。マンション見る。奴のようなタイプの人間はあまり生活感が感じられない分、どこでどうしているのか把握しづらい。つまり外に出ている可能性も否定はできないということだ。まだ何も起こらない。根比べだな。周辺見る。周囲と一体化するように周りに意識を溶け込ませる。それが張り込みの基本だ。まだ韮崎に動きはない。今夜はもう動かないのだろうか。周辺見る。今韮崎が中にいるのかどうかもわからないが、うかつに動くこともいかない。まだ韮崎に動きはない。今夜はもう動かないのだろうか。周辺見る。張り込みは忍耐力の勝負だ。今自分の勘にかけるしかない。ピアノ。韮崎だ。よかったね、待ってて。俺は慌てて身を隠した。韮崎はそのまま大通りに向かって歩いていく。韮崎を追うか。追う。俺は韮崎に気取られないよう少し離れて後をつけていった。
韮崎は足場に交差点まで来ると素早くタクシーを止め、そのまま去っていってしまった。くそ、この状態でできることは何かないだろうか。タクシーのいたあたり探す。俺は慌てて韮崎の乗ったタクシーを探した。どうやら一つ向こうの信号に引っかかっているのがそれのようだ。車種までは判別できないが、かろうじてタクシー会社の社名とナンバーが読み取れそうだ。この情報を書き留めておこうか。書き留める。俺は韮崎が乗ったと思しきタクシーの情報を控えることにした。上東交通のタクシー、ナンバーは3231。これで韮崎の行き先がなんとか割り出せるかもしれない。考える。俺は一人車の流れを眺めながら考えた。タクシーに乗って出かけたということはちょっとそこまでという雰囲気ではないな。奴はしばらく戻ってこないのではないか。これは奴の部屋に潜入するチャンスかもしれない。奴の部屋を調べてみれば今までよりは確実に奴の身辺が探れるだろう。韮崎がしばらく家を開けることにかけて潜入してみるのはどうだろうか。そう考え始めると俺の足は一人でに奴のマンションの方へ向かっていった。マンションの中に入るなら今がチャンスだな。入っちゃうの中にマンション中に入る。中に入ろうか。入る。鍵もないのに。俺は早速マンションの中に足を踏み込んだ。こんな夜じゃ大家さんもいないでしょ。だって204号室、ここは韮崎の部屋だな。ドア入れる。中に入る。タイマーにはシリンダー状だ。あれ、なんか悪いことしようとしてる。これ少々古めのマンションで助かった。これならなんとか開けられそうだが、中に入ってみるか。入る。韮崎が帰ってくるまで時間との戦いだな。入っちゃったこんなに簡単に入れるものなの。俺は韮崎の部屋に乗り込んだ。いや、だってヤクザの家に勝手に入っちゃうなんてすごい度胸だよね。いくら明治組で知ってる組とはいえ室内見る。入るとすぐの薄暗いリビングは無機質な冷たい印象の場所だった。何かあるとしたらこの奥にある韮崎の寝室の方か。寝室捜索。韮崎の寝室の方を捜索してみようか。捜索開始。いつ韮崎が帰ってくるか知れない。手早く仕事を済ませなければ。ここが韮崎の寝室のようだな。ゆっくりしている暇はない。早速調べていこう。よかった、こうやって選べる感じで机の上には 何かのメモや灰皿、 CD などが無造作に置かれている。なんだどれだ。あ、メモあった。メモ。俺は机の上のメモを覗き込んだ。俺はメモが見やすいよう机を覗き込んでみた。何かいらない紙の裏側に書き留めたもののようだ。どれだ。文字。走り書き風だが整った字でダビッド・ファンクションと書かれている。何のことだろうか。読み方違ったらごめんね。もう一回文字を見ます。デビッドか。デビッド・ファンクションと普通に読むのだろうか。ファンクション。まさか古着屋人のよくいるという例のクラブのことか。俺は机から離れた。俺は再び机の方を向いた。引き出し。俺は引き出しを調べてみることにした。タンスのように独立している引き出しが机の下にすっぽりと収まっている。どこだ。2段目か。2段目を開ける。俺は2段目の引き出しをそっと開けてみた。開いた。なんか写真入ってるよ。写真。
ガランとした引き出しの底に何枚かの写真がむき出しで放り込まれている。写真、人物を撮った写真ばかりだ。若き日のニラサキらしき人物が写っている写真もある。どうやらニラサキの個人的な思い出の写真らしいな。もう一回見ます。数枚の写真のほとんどに共通の人物が写っていることに気がついた。髪を後ろで束ねた穏やかな笑顔の女性、この女性は一体。若き日のニラサキと幸せそうに並んでいるところを見るとニラサキの恋人だろうか。もう一回見ます。写真を何枚か拝借しようか。拝借します。俺はニラサキの写ってる写真を1枚持ち出すことにした。この女性の写ってる写真もあれば彼女が何者なのかどこかでわかるかもしれないしな。俺は女性が一人で写ってる写真も1枚失敬することにした。引き出しを閉めるか。閉める。他のものも調べよう。俺は真ん中の引き出しを閉めた。俺は引き出しから離れた。俺は再び机の方を向いた。俺は部屋の反対側を調べることにした。ニラサキが帰ってきたらびっくりしちゃうね。こっちも向こうもこちら側にはベッドやクローゼットがある。クローゼット、俺はクローゼットを調べることにした。俺はクローゼットの正面に立った。クローゼットのドア、小さめのクローゼットだ。この部屋には本当に何もかもシンプルで素っ気ないものばかりだ。開けてくれ。開けないのか。取ってか、取って。クローゼットを開けてみるか。開ける。俺はクローゼットを開けた。開ける目的以外で近づかないでしょう拡大を。中にあるトランク、旅行用の小型のトランクだ。開けてみるか。開ける。俺はトランクを開けてみた出てきちゃったねこれは中に入っているのは一丁の拳銃だった。ニラサキが拳銃を持っていた。関東明治組では拳銃を禁じている。ここに拳銃があるということは間違いない。ニラサキはやはり拳銃売買に手を出しているのだ。どうしようか。トランク。俺はもう一度トランクを開けた。黒くて小さいくすんだような独特の光沢を帯びた拳銃だ。コピー品などは得てして粗雑にできているものだが、これは素人目に見ても精巧にできている。三好から聞いた新型拳銃の特徴と酷似しているな。クローゼット閉めるか。閉める。俺はクローゼットを閉めた。俺はクローゼットを離れた。こちら側にはベッドやクローゼットがある。調べられることは調べたようだな。捜索を終了するか。終了する。俺はニラサキの部屋の捜索を終えることにした。こんなとこで推理するの外でよくない？推理。部屋の捜索で分かったことを少々まとめてみるか。まず外に出ようよこの部屋の捜索を終えて一番の収穫はニラサキが拳銃を所持していることが分かったことだ。ニラサキの所属する関東明治組は拳銃を禁止しているとなると、奴が銃を持っているということは独自に入手した。奴が独自に入手しようとしなければ銃を持っているはずがない。ニラサキが自分から拳銃を買っていたということだ。ニラサキは以前古着屋ジムローカーが関東明治組に接触してきたときに興味を示していたという。その時の興味を失わないまま後に拳銃に手を出してしまったということだろう。ということはやはり古着屋ジンブローカーから入手したと考えていいのだろうか。ニラサキの部屋で発見した拳銃は三好から聞いた新型拳銃の特徴と酷似していた。あれは間違いなく最近出回っている新型拳銃だ。
やはり新型拳銃を流しているのはフルキア人ブローカーのようだな。他にニラ崎の部屋にあったものといえばメモ、そう、机の上に二言ばかり走り書きされたメモが置いてあるのを見つけた。そこに書いてあった文字はリンダパッション。なんだ？ディビットだっけ？ダビットだっけ？ファンクション。そう。ダビットだっけ？と、ファンクションと書かれていた。これは一体何のことだろう？ファンクションという言葉には聞き覚えがある。俺の知ってるファンクションとは、歌舞伎町のクラブ。ファンクションとはもしや古着屋人が顔を出すという歌舞伎町繁華街のクラブ、ファンクションのことでは。ニラサキが拳銃の取引で古着屋人と会っているのだとすれば、やつがファンクションのことを知っていてもおかしくはない。とすると、ダビットだっけというのは取引相手の名前では、そう考えるのはいささか先走りすぎだろうか。何せよこの言葉は今後何かの手がかりになるかもしれないな。覚えておくことにしよう。もう私忘れてる。ともあれ、ニラサキが拳銃密に関わっているという俺の直感は外れていなかったようだ。今後は拳銃を流している古木屋人を探し出し、ニラサキとの接点を見つけて裏を取っていこう。まずはファンクションに来るという怪しい古木屋人を洗うところから始めるとするか。俺の考えを確認しておこう。これでいいだろうか。とりあえずもう外出ようよ。危ないよ。オッケー。だいたいこんなところだろう。よし、出ます。部屋を出るか。出る。そうだな、用もないのに長居してニラサキが戻ってきてもまずい。さっさと退散するとしよう。どうやらニラサキが戻ってくる気配はないようだ。鍵閉めたのかね。移動しようか。移動する。どこ行こうかな。歌舞伎町繁華街、繁華街に行ってみるか。行く。俺は歌舞伎町の繁華街まで足を伸ばすことにした。俺はネオンきらめく繁華街で足を止めた。ファンクション、中に入る。ファンクションってどういう意味。ファンクションに入ろうか。入る。階段を降りるにつれて、店の中が溢れ出す大音量が徐々に俺の耳を刺激し始める。何度来てもこの大音量には参るな。何度って2回目でしょ。あ、いたいた、キサエ。あ、こないだのおじさんじゃん。相変わらず渋いね。ありがとう。キサエ、話す。こないだ約束した古木屋人の写真は持ってきてくれたか。持ってきたよ。私約束は忘れないんだから。はい、これ。彼女の差し出した写真には、なるほど、白人の様子のいい男がこちらを向いていた。写真が遠いんだけど。おじさん、これ欲しそうだったからダイレクトプリントしてきたよ。あげる。ダイレクトプリントって何。いいのか。ありがとう、助かるよ。喜んでくれた。やった、またいいことした。シール貼っちゃおう。いいことをしたらシールを貼って何枚貯まると願い事が叶うとかいう例のパスポートのことらしい。何その話。若い女の子の流行のおかげで助かってしまった。それだけじゃないんだ、新しい情報があるんだよ。この人の名前分かったんだ。本当か。さっきのやつじゃない、もしかして。うん、びっくり。ここで仲良くなった友達と昨夜電話で話してたら、その子も彼のこと知っててさ、彼が他の人と話してる時に偶然聞こえたんだって。なんかダビットとかなんとか、そんなような名前みたいだよ。ダビット。ニラサキの部屋のメモに書かれていた文字はファンクション、ダビットの2つ。ファンクション、ファンクションはこの店の名だ。そしてダビットは
今までそれが分からなかったが、ここに来る古着屋人の名前がダビッドだったとは。しかもそのダビッドはこの店で日本人と会っており、自分や運び屋だとほのめかしている。そしてニラサキの部屋からは拳銃が発見されている。これは偶然の一致ではない。ここでダビッドと会っていた日本人というのはニラサキなのではないだろうか。実際に写真見せればニラサキわかるんじゃない。でもね、外出ちゃうんだって。そろそろ店を出るか。出る。それじゃ俺はそろそろ帰るとするよ。またね。ふう、ようやっとこの音の洪水から脱出できるな。結構奇才みたいなタイプって頭良かったりするんだよね。相変わらずこの繁華街は光と音で満ち溢れていた。移動、移動しようか。移動する。さあどこ行こうかな。見失った。西口周辺ヨドバ署に行きます。ヨドバ署に行ってみるか。行く。俺はヨドバ署まで足を伸ばすことにした。ヨドバ署内からこぼれる薄明かりが通りを包む暗闇に一畳の光を投げかけている。入り口、中に入る。ヨドバ署に入ろうか。入る。俺はヨドバ署の中に入ることにした。俺はヨドバ署受付で足を止めた。受付で呼び出してもらうシステム、頼む。誰を呼び出してもらおうか。今日はクマさん。忙しいところ申し訳ない。クマさんはいるかな。クマさんだね。ちょっと待っててくれ。内線電話をかけているようだ。すぐに来るそうだ。ちょっと待っててくれ。ありがとう。ほどなくしてやや太めの見慣れたシルエットがこちらに近づいてきた。おお、待たせたね。一体どうしたんだ。今日はちょっと折り入って頼みがあるんだが。なんだ神宮寺くん、改まって。ここではまずそうだな。ちょっと場所を変えるか。俺はクマさんに促され応接室へ向かった。応接室好きだな今回。俺は応接に入った。クマさんは興味津々といった顔でこちらを見つめている。前はね、取り調べ室とか入れたのにね。クマさん、話す。折り入ってクマさんにお願いしたいことがあるんだ。ふむ、何かね。実は例の新型拳銃の密輸に関わっている可能性のあることなんだが。ほほう。クマさん、頼む。あるタクシーの行き先を知りたいんだ。タクシー会社の社名と車のナンバー、それに客を乗せた時間帯と場所が分かっている。俺じゃ調べられないが、警察の名で調べてもらうことわけにはいかないか。厳重密に関わっているかもしれない、知れんのだな。確実ではないから大ピラに動けんだろうが、わしのネットワークを駆使しよう。はっきりしたら事情を話してくれるな。ああ、もちろんだ。よし、早速今日問い合わせてみよう。すまない、助かるよ。タクシーは上東交通のナンバー3231だ。車種まではわからなかった。5月の11日の夜、靖国通りで来る男を乗せたはずだ。俺はニラサキの特徴をざっと説明した。それだけわかっていればすぐわかるだろう。明日以降には答えられるはずだ。そうか、よろしく頼む。クマさん、話す。それじゃ俺はこれで。忙しいところ邪魔したね。いや、なーに、神宮寺くんの顔を見るのもいい息抜きになるわい。俺はクマさんに笑顔を返すと応接室を出た。俺はヨドバ署受付で足を止めた。出口、外に出ようか。出る。よし、調査に戻ろう。ヨドバ署内からこぼれる薄明かりが通りを包む暗闇に一畳の光を投げかけている。移動、移動しようか。移動する。
神宮寺事務所前。そろそろ事務所へ戻ろうか。戻る。俺は事務所へ戻ることにした。電灯の薄明かりが事務所のビルを優しく包み込んでいる。事務所中に入る。一旦事務所に戻ったら今日の調査は終了だな。事務所に入ろうか。入る。俺は今日一日の自分の行動を振り返りながら事務所に通じるドアを開けた。ドアを開けるとすぐそこに予告の姿があった。あ、先生お疲れ様です。私も今戻ったところなんです。陽子、どうせ今日も成果はないんでしょ。尋ねる。今日は特に指示を出さず予告に任せたんだったな。どうだった？何かつかめたか？それが申し訳ありません。もういつも通りだから今日は歌舞伎町あたりで拳銃密輸について聞き込みをしてみたんですが、何人かにお話を聞けたんですが、拳銃の売人を知らないかというと驚かれてしまうだけで、中には売人をやっているとお目を着せたと言って怒ってしまう方もいました。あれ、この間と同じこと言ってるね。そんな感じでこれといって情報は得られませんでした。そうか、もっと具体的に危険のない指示を出してやった方が良かったかもしれんな。相手を怒らせて殴られたりしなくてよかった。頑張ってくれるのはいいが、明日からはもっと安全な調査を心がけてくれ。お疲れさん。考える。ここまでの調査について俺は少し考えてみることにした。韮崎の部屋の捜索は成功したと言えるが、あの場の当初の目的は韮崎を張ることだったはずだ。奴の行き先から何かわかる可能性もある。あの晩、韮崎はどこへ行ったのだろう。俺の書き留めた情報をもとに、クマさんが韮崎の乗ったタクシーの行き先を調べてくれているはずだ。あれだけ情報があればすぐにわかると受け合ってくれた。答えはもう出ただろうか。もう一度クマさんのところへ足を運んで結果を聞かねばなるまい。陽子、話す。また明日だな。ええ、頑張りましょう。先生。先生、またソファーでお休みになったんですか？疲れ、取れませんよ。あ、陽子くん、おはよう。おはようございます。ちょっと呆れたような顔をしている。1時間経った。今回ここまでしよう。はい、じゃあ今回ここまでにします。それではご視聴ありがとうございました。次回に続きます。